そのだけはレース展望です。この時間は9月30日木曜日の展望を行ってまいります。この時間解説はデイリースポーツの工藤治さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。9月ももう最終週に入っています。明日が9月最後の開催ということで早いもんですね。本当に早く感じました ね、 1ヶ月ね、はい、もう残りあとは3ヶ月ということに今年もなります。まあ、9月は重賞も4つありましたんでね、その分何かこう盛りだくさんという感じありましたね。その分早く感じたんでしょうかね。そうかもしれませんね。忙しさが増してましたんでね。はい、はい、そしてその4つの重賞の最後を飾るのが明日の姫山菊花賞です。それ含めまして全部で12レース行われます。展望は11レースと10レース、この2つ行っていきます。では早速いきましょう。重賞レース姫山菊花賞の展望です。 JBC 指定競争として行われます。今年は船橋からスイングビート、そして大井からゴールデンブレイブ、この2頭が遠征馬参戦しております。ちょっとフルゲートにならなかったの寂しいですけどね。そうですね、やはり地元馬に関して言えばですね、仁義と栄新西馬が出ますと、はい、なるほど、しかもあの金曜日にね、A1 A2 級のオープン特別もありますからね。なるほど、確証を期してというか、賞金面とかもろもろ考えればしょうがないのかなと。そうかもしれませんね。はい、さあそれでは印見ていきましょう。姫山菊花賞8番の仁義に本命という工藤さんです。ここまで重賞6勝、まあ、昨年は姫山菊花賞栄新西馬に後陣敗したんですけども、その後対栄新西馬というところではもう全部勝ってるんですよね。そうですね、はい、そこのやはり2着というのがですね、やはり仁義去年あたりまでですはね、はい、あの夏場の暑さ、これが影響してるんでしょうね。3歳児もあまりいい形での立ち上げではなかったですからね、その点で今回はあの橋本先生がね、自信を持って送り出せるというところまで来てるみたいなんでね。あ、そうですか。あの秋指導戦としての口ぶりですね、先生がね、その印象がちょっと今年は違って、ものすごくそのあたりにも成長の証が感じられますね、はい、そうですか、はい。昨年の年度代表馬でもありますし、今年もうすでに白鷺賞、そして兵庫大賞典という好馬の大きいところを勝ってきている馬です。まあ、やはりもう実力が1枚上というふうに見てますか。そうですね、六甲杯は消耗戦というね、はい、ちょっと違う性格のレースですから、まあ、2400ですからね、はい、これは気にしなくていいと思います。はい、ね、ロードカナロア3区で母父子ディープインパクトの仁義ですから、はい、2400のその他の競馬のでね、これはちょっと向いてなかったと判断していいと思います。はい、まあ、ここ休み明けで、まあ、おそらく大目標は園田金牌連覇ということになるでしょうけれども、そうです、ね、まあ、叩き初戦ということでもやっぱりここでは落とせない一戦だということですね。そうですね、今年の形でしたら大丈夫だと思います。はい、そうですか、はい。対抗評価が2番の栄新西馬、こちらは連覇、そしてこのレース3勝目を狙うということになります。重賞13勝馬ですね。そうですよね、はい、13勝のうちにそういう形でね、もうすでに2勝している姫山菊花賞ですからね、はい、この舞台この時期、新西馬も一番いいんでしょうね。ね、こちらの栄新西馬の方も休み明けですが、仕上がり具合というところはどうなんでしょうね。こちらもあの橋本先生ね、いい形で送り出せるというようなニュアンスは伝わってきております。はい、そうですか、はい、8歳になってますがまだまだ衰えはないと見てますか。そうですね、少し年を感じたなというところは陣営がね、話されてますけれども、レース巧者ですからね、人馬ともにね、大丈夫だと思います。そうですか、はい。まずは橋本厩舎、地元の2頭に本命対抗という評価で、黒三角、こちらが船橋のスイングビートということで、笹川翼ジョッキーを背にやってくるということですね。そうですね、笹川翼騎手、これからのね、地方競馬のメッシュとしてね、地位を築いていく有望なホープですから ね、 そうですね、まあ、楽しみですけれども、スイングビート自体もですね、金2走はかなりの強豪相手で前線してますからね、交戦してますからね、これは期待できる自力の持ち主でしょうね。また岡林先生、昨年ねこちらで結果出してますしね、はいはいはい、ちょっと不気味ですよね、そういうねところもね、はい。それから4番手評価が10番ゴールデンブレイブ、大井からの遠征馬ですね。そうですね、こちらは重賞というよりもですね、JRA 実績、はい、こちらをやはり見直さなきゃいけないなと。中央4勝ダートでね、はい、勝ってますね。しっかりと立て直し体が図られた時間がね、これだけじっくりやればまたという、ね、期待が持てますよね、はいはい、まだまだ形式に持つだと思います、はい。
まあ、大いに入ってからはねまだ重賞実績などはないんですけれども、それもやっぱり怖い一頭だということですね、はい、あともう一頭は4番ですね、栄新デジタルということで、こちらは前走摂津杯の最後の末脚がすごい豪脚でした。その通りですよね、ゴール前の伸びはやはりちょっとあのメンバーでは1枚上という印象をね植え付けてくれましたからね、まあ、流れがちょっとね今回どうなのかなというところが微妙なんですけれども、はい、自力はやはり栄新デジタルね、兵庫県の中で上位のものがね、ある馬になりましたよね、はい、印は以上の5頭ということです。ではフォーカス見ておきましょう。3連単8番の仁義、ここはもう頭固定ですか。そうですね、もう勝利を期待したいということです。全部で6点買いでまとめていただきました。姫山菊花賞スタート時刻は4時5分です。では一つ前の第10競争 B2 戦の展望です。こちらは12頭立て 1400m、 印こうなりました。まあ、ここはもうやはりと言っていいでしょうか。5連勝中タガノオボロ、前走もすでにこの B2 戦勝ちました。勝って同条件で、しかも佐々木セレジョッキーが前走の後、もう減量1キロ取れてますんで、筋量は2キロ増えるんですけれどもね。そうですね、まあ、52キロはそれでもまた恵まれてますよね、それでも軽いですもんね、タガノの比較でね、はい、ただメンバー層はかなり厚くなりましたよね、前走の1秒5はちょっと相手も、どうだったかなという印象ですけれども、今回の B2 としては相当ハイレベルですよね、このクラスとしてね、いいメンバー揃いました、ですけれどもですよね、やはりスピードが違いますよね、もうスピード逃げていって押し切る、そんな降参高いですか。そうですね、やはり、佐々木騎手この馬とはね一番なんか印象深いですよね、っていうね、ぴったりですよね、はい、ここも逃げ切り濃厚じゃないかと見ているということですね。対抗評価11番マッチョサスポーです。こちらは前走が昇級戦2着と、まあ金走安定感もありますね。そうですね、これも前走レベル高いレースでしたからね、いい形のレースで来てますし、なんかしぶとさがねやはりまだ上のクラス望めるだけの馬じゃないかなという、すごく印象がある馬ですよね、マッチョサスポーね。でそれから黒三角が5番のウィン・エスキース、こちら前走 B2 戦、まあ、向こう上面も一気に動いて3コーナー先頭で勝ったというレースでした。そうですね、あのレースぶりにはやはり自力の高さ感じられましたよね、こちらもまだもう一つ上のクラス、B1 クラスでもっていう期待を持てますよね、また52キロもやはり有利つか小猿にね作用しそうですよね、本来勝って同条件でね1キロ増えるところを減量起用でマイナス2キロというね、筋量になりますね。それから白三角ですが9番栄新響き、こちらは春の菊水賞3着という実績を持っている3歳馬、休み明け初戦を迎えます。初の古馬混合戦ですね。そうですね、まあ通用するだけの素質馬だし、期待はしたいんですけれども、ただ 1400m の使い出しとなるとちょっとペースもね結構このレースこのクラスとしてはかなり速くなりそうですしね、そのあたりで差し切りまではという印象がね今回に限ればちょっと割引かなという印象ですね、あとは6番のジューンマウス、前走2着一気の変わり身でしたね。そうですね、高評価したい内容でしたね、ですからやはり県内にはという抑えをしたいですね、もう1頭2番のライブリテックスは6ヶ月の休み明けクラスが下がりました。この馬はなんか底力をね、どうしても評価したくてね、これだけ人気薄だったら最後にね私としては抑えておきたいなという印象なんで、印つけさせていただきました。春の姫路戦では B1 戦での3着もあったというね、そういったライブリテックスまで抑えたいということです。ではフォーカスです。ここはもう多賀のおぼろの逃げ切り期待ということで頭固定で勝負という工藤さんです。10レーススタート時刻は3時30分です。まあ、9月末をもって緊急事態宣言が解除ということになりまして、これに伴って園田競馬場金曜ナイターの平常時刻が8時と制限を行っていたんですが、通常通り9時に戻るということが発表されました。ですのであさっての園金ナイター平常時刻9時、皆さん最終レースまでご覧いただけることに変わっております。どうぞお楽しみいただきたいと思います。ここまで解説はデイリースポーツ工藤治さんでした。どうもありがとうございました。失礼しました。